横須賀地方隊は海上自衛隊の地方隊の一つ。主要部隊は神奈川県横須賀市にある横須賀基地に配備されている。日本の表玄関とも称すべき海域の防衛を担当しており、広報支援任務も海上自衛隊最大の規模と内容を有し、任務も多岐にわたっている。1952年4月26日、海上保安庁の付属機関として、 海上警備隊が発足し、地方機関として、海上警備隊横須賀地方幹部が設置された。同年8月1日、保安庁警備隊発足と同時に、横須賀地方隊が新編された。警備区域は、主に岩手県以南で、三重県以東の太平洋、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに、 青森県と岩手県の境界線が海岸線と、交わる点から90度に引いた線と三重県と、和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にある、東京都及びこれらの県の沿岸海域。主な任務は、担当警備区域の防衛、警備、災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する広報、支援業務、機雷、 爆発性危険物の除去及び処理、民生協力等である。横須賀地方隊が対応する補給、増収については、全海上自衛隊官邸の約1、3を担当しており、海外派遣官邸の支援に関しては、横須賀所在の官邸に限らず全て支援している。横須賀地方隊所属の官邸の実力部隊としては、第41総会隊のみであるが、 横須賀地方総監は必要に応じフォースユーザーとして護衛艦隊や航空集団から提供された護衛艦や回転翼機を運用して事態対処にあたる。また記念艦、三笠の保存を支援している。平成29年4月3日時点。ありがとうございます。